お久しぶりです、店長です。では今日の動画ではですね、僕自身がバイクキャンプをね何度かやって、同じバイク乗りのねキャンパーをねちょっと見て、自分が感じたことっていうのをちょっとね話していきます。それでまあね、僕自身はこれどうなのかなって思ったんですが、まあ実際はどうかっていうのをちょっとコメントとかでね教えていただければと思ってね、ちょっと動画を作ってみました。でこの動画はバイクに乗る人でね、バイクキャンプする人やこれからバイクキャンプしたいと思っている人向けの動画です。ただ僕自身もねいろんな人の意見が聞きたいんで、バイクに乗らない人にもねぜひ見てほしいなっていうふうに思ってます。それでこの動画を見ることでいろいろな考え方の人がね、まあ、いるんだなっていうね、まあ、参考になれば幸いです。僕自身が感じたことをこれからお話ししますんで、ちょっと皆さんの意見をお聞かせ願いたいなという感じでこの動画を作っています。はい、ではねよろしければ本日も最後までよろしくお願いします。はい、じゃあですねちょっと僕が経験した実例をお話ししてみたいと思います。はい、でですね早速話しますが、僕が、まあ、バイクでソロキャンプに行ってました。キャンプ場にね、あるキャンプ場です。で昼過ぎに到着して、まあ、テントを張ってキャンプ場にはね僕一人っていう状態でした。それでまずのんびり過ごしてると、3人組のねバイクのキャンパーの人が後から来たんですよ。それで、まあ、別にね特に問題もなく、まあ、僕は僕で別にのんびり時間を過ごしてたんですが、ふとね3人組を見るとね何の気なしに見たんですけど、そしたらね僕のバイクのすぐ前で3人がねタバコを吸いながらね話してたんですよ。それでキャンプ場の駐車場には僕のバイクとあとは3人組のバイクしかないっていう状況です。他に人もいなかったんで。で3人組のバイクっていうのは少しね僕のバイクから離れたところに3台止めてあって、だからねわざわざ僕のバイクのところまで歩いてきて、そこでタバコを吸っているってことになるんですよ。これってどうなのっていうのが、まあ今回僕が動画でちょっとご意見聞いてみたいことなんですけども、自分自身のね当時の気持ちはね、それ見た時にねえって思ったんですよ。正直それでやっぱりいい気持ちっていうのはしなかったんですよ。でね、ちなみに逆の立場でね、自分が友達と3人でバイクで来ている側だったら、このような行為はねトラブルの元になると思うんで、僕だったら絶対しないです。僕がだから友達と3人でいる場合っていうのは、人様のねバイクのところに来てわざわざ話してるなんていうのは多分トラブルの元になると思うから、僕だったら絶対しないんですけど、それどころかね僕だったら例えばね遠くからずっとバイクをずっとジロジロ見るっていうこともおそらくしないんです。ましてやねだから3人で見ず知らずの人のバイクの前に来てタバコを吸いながら話すなんてことは絶対しないと思うんですね。でこれで僕はバイクの初心者だからいい気持ちはしなかったんですけど、もしかしたらねまあバイクのこういう業界っていうか世界ではこれは普通の行動なのかもしれないっていうふうに思ったんで、だからちょっとコメントでね皆さんのご意見っていうのをちょっと教えてほしいんですね。でこの一件の後ですね、気を取り直してその3人組の方がテントを張って作業をしていたんでね、でその場所がちょうど僕がトイレに行く途中だったんですよ。僕がトイレ行く時にその直線上にあったんで、でまあ別に無視して通るっていうのも感じ悪いから一言ねまあ、こんにちはって挨拶しようと思ったんですよ。でもねその3人組のうちの1人の人のすれ違うくらいのね近い距離通ってるのに目を合わせようとしないんですよその人。だから仕方ないから、まあ、挨拶できずにそのまま素通りしたんですね。もちろんねこれ自分たちの世界を満喫したいから他人に話しかけられたくないのかもしれません。だとしたらそれはそれでまあ分かるんですよ。僕もそういうのは分かります。ただね自分たちが他人のねバイクを取り囲んではいないけど、そのすぐ近くで話をしていて、3人で固まってねタバコ吸いながら話してて、そのバイクの持ち主がねコミュニケーションを取りに近づいてきたらね無視するっていうのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかなって僕はその時ちょっと思ったんです。だからここら辺についてどうなんだろうっていうのが僕の考えなんですけど、ちなみにですねこの後にさらにソロでバイクのキャンパーさんが1人いらっしゃったんですね。でその方とは翌日の早朝に炊事棟で、まあ、顔洗いに行った時にたまたま会って、その時に「おはようございます」って挨拶して、それで少しね、まあ、雑談っていうかそういう話もできたんですよ。でそういうのっていうのはねお互いに気分の良いものだと思うんですね。それでこれとはちょっと別のキャンプ場になりますが、5人組のバイクのキャンパーの方がいらしてね、そのうちの1人の方と僕がトイレに行く時にそのトイレに行く道ですれ違ったんですよ。でそのすれ違った時に僕は挨拶しようとしたんですけども、まあ、これもですね相手が目を合わせようとしないんですよ。でまあ挨拶できずに素通りしたことがあったんですけど、なんかねグループで来てる人っていうのは、これ僕の独断と偏見ですけど、なんか他人と挨拶を避ける傾向があるように思います。あれですよ、僕もそんな回数重ねてるわけじゃないから間違ってる情報の可能性はありますけど、僕の感覚としてはそのグループで来てる人ってあんまり
他の人を避ける傾向があるんじゃないかなっていうふうに感じました。で、僕はですね、防犯の面でもね、挨拶した方がお互いにまあいいと思うんですが、ただね、挨拶しないことに対してマナーがどうだとかっていう気はないんですよ。別にそれは自由だと思うんです。ただね、見ず知らずの他人のバイクの前でね、他にたくさんスペースがあるにもかかわらず、まあ、わざわざそこを選んでね、タバコ吸いながら話してるっていうのはね、まあ、正直こっちとしてもやっぱり見てドキッとなったんで、まあ、それで、まあ、こういう行為っていうのはどうなんだろうなっていうのを皆さんの意見が知りたくて、まあ、この動画を作った次第です。よろしければね、まあ、コメントご意見お待ちしてますんで、気軽にぜひ書き込んでください。僕もちょっといろいろ知りたいんでね、どういう感じなのかなっていう、そのバイクの世界ではこれ当たり前ですよとかね、まあ、そういう意見もあれば、まあ、コメントをください。はい、じゃあですね、すいません、本日も最後まで動画をご視聴してくださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、あと先ほども申し上げた通りコメントお待ちしております。ではですね、本日はこれで失礼いたします。どうぞコメントよろしくお願いします。失礼します。